両チームの一戦、今日のスタメンご紹介します。ホームチームの FC 町田ゼルビア、前節からは2人変えました。ゴールキーパーは福井です。ディフェンス3バック右から奥山、菅沼、高橋、ダブルボランチは高江と安井、右のワイドに太田修介、左に尾長、ツーシャドウに今日一角平戸が戻ってきました。ドゥドゥとツーシャドウ、ワントップにビニシウス・アラウジョが入ります。一方の横浜 FC の今日のスタメンご紹介します。こちらは一人だけ変えています。ゴールキーパーがブローダーセン、ディフェンスは3バック右から中村拓海、ガブリエウ、そして亀川、ダブルボランチは和田と田部井、右のワイド近藤、左のワイド武田、そしてツーシャドウの一角、前節からは長谷川から代わって松浦、そして伊藤とのツーシャドウ、ワントップに小川光輝が入ります。高井がグランダーで中にくさびを打ちますけれども、ちょっと弱いボールになってセカンド安井が奪った。もう一度安井、左に尾長が開いています。縦つけた、ここからビニシウス・アラウージョ狙ってきた、クロスバー叩いて、前回の対戦でもビニシウス一発で決めた同点ゴールありましたけれども、ここも狙ってきました。まあターンしてから早かったですもんね、止めて振り向いてから振り向きざま、まあ、鋭いボールが飛んだと思いますね。はい、近藤智樹、さあ初めて仕掛ける局面、中央にグランダー通した、伊藤翔、左足で打っていきました。安井から菅沼、しばらく押し運んで縦につけます。さあこの位置長谷川、裏取った、オナーがひじり折り返す、シュート、ああ吹かしてしまった、まあ、完璧に崩しましたけどね、最後平田大輝、太田修介、奥山裏を取った、中に入ってくると一度下げて平戸、切り返しかけて右足狙ってきた、決定機でした。あのすごくリラックスしてプレーしてますよね。そうですね、奥山縦カット、安い大バッター、さあここから和田が運んでいって、左から山下、後ろから山下も猛然と上がっていく、中カットイン、シュートへ持っていった、山下陽也、亀川がつないでいきます。うまく体を使ってターンをしました。いい運びですね、山下陽也、山下裏取った、キーパー出られない、よくスライディング戻りました菅沼慎也。いや勇気いるプレーですよ菅沼ね、エリア中でしたからね、まあ、対峙するのが山下ですし、はい、やっぱり前向きでどんどんボールが入るってことは、奪われたとしても前向きで守備ができるということなので、オーバーヘッドショットせー、まあ、すごくいいことだらけなんですよね、はい、だからボールの奪われ方みたいなところも自分たちがボール持ったときは考えないといけないですから、これが彼にとっての J 初出場、あーないですよ。さあそのマルセオ・ヒアンに入ってきた、ヒアンそのまま行く、右足流し込んでシュート決めた、山下が決めた、一発取り切った、前回と全く同じようなゴール、途中交代の選手裏へ抜け出して山下亮也、斜めのランニング中に山下ね。そうですね、マルセロ・ヒアもよくキーパーの動きも見ながら食いついてきたところ、山下の動きも確認して最後は優しいラストパス、まあ、うまく反応しましたし、はい、繊細に最後までこだわった、まあ、良いゴールじゃないですかね。渡辺和馬がついていますが、安井のクロス、あ折り返し山口、落としたところクリアしたガブリエウ、最後宇野ゼロゲーム完成させました。横浜 FC 3試合連続の宇野ゼロゲーム、勝負強いチームです。